どうもカゲアです、えー、今日はですね、えー、モチベーションは必要ないということについてお話しさせていただきます、えー、何かをやろうとするときにね、えー、モチベーションは必要ないと思うんですよね、えー、そのモチベーションがないとできないようなことはやる必要はないと えー、だからモチベーションがなくてもできる続けられることをやるということですねそういうことが、えー、あるんじゃないかなというふうに思います例えば歯磨きですよね歯磨きってモチベーションいらないですよね、えー、朝朝食を食べたら歯磨きをする、えー、昼食を食べたら歯磨きをするというふうになっててここにモチベーションがないからやめとこうとかいうのはないですよねもう必然的にもうやる 必要があるるるるかかららややとといいううことででその習慣になってるからやるってて感じでだからモチベーションは必要ないと例えば僕を例で言うと今僕はダイエットをしていますでダイエットをするためにですね食事制限をしたり筋トレをしたりジョギングをしたりしてるんですけどもここに、えー、やるために僕はモチベーションがあるからやるんではなくてですね、えー その楽しいからやるというかそういうういいい状態になってます楽しいというのはダイエットというと結果が出るっていうことですね結果が出ると楽しくなるんですねでその結果を出す楽しさのためにねダイエットを続けられているということになりますほんで今の僕の状態はですねもうその結果どうこうよりももう日常になってますね日常の中でも日常に溶け込んでるというかもう筋トレをしたりとかね ジョギングをするのはそのそのやる時が来たらもう自然とやってるという、そこにそのモチベーションをややりたくないなっていう感じはねほとんどないと、たまにね疲れててちょっとしんどいなって思うことはあるんですけどやらないことはないですね、必ずやるという状態ですね。だから例えばダイエットをこうしたい人がいた場合はそのダイエット との結果を出すことですすね。結果を出すことによって楽しくなるんでダイエットの,その行動ができるようになるというふうに僕は思います。 だからですね、えー、モチベーションというものは、えー、必要ない何,何かをやる時にモチベーションというのは必要がないということですねだからそのいやいややるものでモチベーションを上げるっていうのはなかなか難しいですしそういうものは続きませんしもともとやる必要がないんじゃないかなとそういうものに関してはね。でだからその なんていうか続けたりなんかやるためにはですね、えー、楽しいと思えるものをやるかあの楽しいと思える状態まで持っていくかですねそういうことをすることによってモチベーションが必要なくなくるるととといいうことが言えると思います、えー、だからですね、えー、楽しいことや楽しい状態に持っていく結局結果を出すっていうことですね、えー、結果を出すことが、えー、モチベーションにつながるというか、えー、その続けることができることになると思います。ということでですね 今日は、えー、モチベーションは必要ないということについてお話しさせていただきました。ということで、えー、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。